音楽の日2024の衝撃。今年の司会は中井雅宏さんとアミさんに決定。待望のリリース。ナンバーアンダーライン愛の新曲、ボンが披露される可能性はこんにちは皆さん。今日は今年もやってくる特別なイベント、音楽の日2024についてお話ししたいと思います。このイベントは、 日本の音楽シーンにおいて毎年大きな注目を集めるもので、今年もその期待を裏切らない豪華なラインナップが揃っています。今年の音楽の日は7月13日土曜日、午後2時から夜10時までの8時間にわたって生放送されます。この長時間放送には、日本中の音楽ファンが大いに期待していることでしょう。まず、今年の司会は中井正宏さんとア美さんが務めることが決定しています。 この二人のコンビネーションは視聴者にとってもお馴染みのものであり、彼らのユーモアとプロフェッショナリズムが番組全体を盛り上げることでしょう。中井さんの軽妙なトークとアミさんの落ち着いた進行が8時間の放送をスムーズに導いてくれるに違いありません。今年の音楽の日のテーマは、ホープ音楽の力です。このテーマに基づいて、 様々なアーティストたちが希望と勇気を届ける楽曲を披露します。音楽は人々の心を癒し、励ます力を持っています。特に最近の困難な時期には、その力が一層必要とされています。今回のイベントでは、その力を最大限に引き出すようなパフォーマンスが期待されています。第1弾の豪華アーティストラインナップには、16組のアーティストが発表されました。 特に注目すべきは、ナンバーアンダーラインアイの出演が決定したことです。彼らの最新曲、ボンが大ヒットしており、そのパフォーマンスを待ち望んでいるファンも多いでしょう。さらに、B ファーストやミーといった他の人気アーティストも出演が決まっており、どのパフォーマンスも見逃せません。ナンバーアンダーラインアイのボンは、リリース以来大きな話題となっており、週刊 MV ランキングでも上位にランクインしています。 特に若者の間で人気が高く、Z 世代が選ぶトレンドランキングでも上位に位置しています。この曲は、リズミカルなビートとキャッチーなメロディーが特徴で、聴く人々に元気を与える楽曲です。ナンバーアンダーライン愛のメンバーたちは、そのパフォーマンスでどんな驚きを見せてくれるのか、期待が高まります。さらに J 1、J1 や b ファースト 三代目 JSOUL BROTHERS FROM EXILE TRIBE といった他のボーイズグループも出演が決定しています。J1 の最新作、ヒッチハイカーはハーフミリオンを達成し、今週のジャパンホット百1 0 0でも注目されています。B、ファーストもまた、そのエネルギッシュなパフォーマンスで観客を魅了することでしょう。K-POP からは、エルイスセラフィムやニュージーンズといった人気グループが参加します。 特にニュージーンズは最近の事務所のトラブルを乗り越えての出演となり、そのステージには大きな注目が集まります。ラパンプやマカロニ鉛筆といった日本の人気アーティストもラインナップに含まれており、多彩なジャンルの音楽が楽しめる一日となることでしょう。音楽の日2024は、ただ音楽を楽しむだけでなく、視聴者参加型の企画も充実しています。スーパービーバーの 小さな革命による大合唱企画では視聴者がエキストラとして参加するチャンスもあります。このような視聴者との双方向のコミュニケーションがこのイベントを一層特別なものにしています。また今年の放送には特別な意義があります。2011年にスタートしたこの音楽の日は今年で14回目を迎えます。毎年、 日本中の音楽ファンに元気と希望を届けてきたこのイベントは、今年もその伝統を引き継ぎつつ、新たな驚きと感動を提供することを目指しています。特に今年は、音楽の力で日本を元気にするという強いメッセージが込められています。番組の制作には多くのスタッフが関わっており、その努力も見逃せません。カメラマンやプロデューサー、その他のスタッフたちが、 視聴者に最高の体験を届けるために日夜準備を進めています。長時間の生放送は大変ですが、その裏には多くの人々の努力と情熱があります。そして視聴者にとっての楽しみは、何と言ってもアーティストたちのパフォーマンスです。今年の音楽の日では最新のヒット曲から懐かしい名曲まで多彩な楽曲が披露されます。特に、 ナンバーアンダーライン愛のボントゴートの2曲が披露されるのではないかという予想もあり、そのステージには大きな期待が寄せられています。さらに、他のアーティストたちも心に響くパフォーマンスを披露してくれることでしょう。このように、音楽の日2024は音楽ファンにとって見逃せない一日です。豪華なアーティストラインナップと視聴者参加型の企画。 そして音楽の力で希望と元気を届けるというテーマが今年のイベントを一層特別なものにしています。視聴者の皆さんもこの特別な一日を楽しみにしながら音楽の力で心を癒し元気を取り戻していただければと思います。今年の音楽の日2024はこれまでのシリーズとは異なる特別な一日になることが期待されています。音楽の力で 日本全体を元気づけるというテーマが今年のイベントには強く込められています。また、視聴者参加型の企画や豪華なアーティストラインナップも今年のイベントを一層盛り上げる要素となっています。さらに今年の音楽の日は日本の音楽シーンにおける新たな展開や動向にも注目が集まっています。特に若手アーティストたちの台頭やイジャンル間のコラボレーションなど、 音楽の可能性はますます広がっています。このイベントを通じて今後の音楽シーンにどのような影響があるのか注目していきたいところです。今年の音楽の日2024に関する皆さんの期待や予想、そして感想をお聞かせください。あなたが楽しみにしているアーティストやパフォーマンスは何ですかまた、音楽の力を感じる瞬間や特別な思い出があれば、 ぜひ共有してください。私たちの音楽の日がより特別なものになるために皆さんの声をお待ちしています。それでは楽しい音楽の日2024をお過ごしください。音楽の力で心が温まり希望に満ちた一日になりますように。ありがとうございました。最後に皆さんに問いかけたいことがあります。音楽にはどんな力があると思いますか そして、その力をどのように感じていますかぜひ、この音楽の日2024を通じて、音楽の持つ力を再確認し、新たな発見をしていただければと思います。私たちが感じる音楽の力は、一人一人異なるかもしれませんが、それぞれの心に響く瞬間があるはずです。音楽の日を楽しみながら、その力を実感し、共有してみてください。 それでは、素晴らしい一日をお過ごしください。